吉田さん、人生って時に応じて模様替えって必要だと思うんですよ。で最近私ね模様替え部屋してあのこう壁にねこの「令和」っていう文字を貼ってみたんで,すよんですよ。なんか運気が上がってきたっていうか天地が逆転するぐらいの気持ちで毎日晴れ晴れとするんですよね。今もちょっとこう雲の上にこう、フラフラっと乗ってるような状態なんですよ。ちょっと水水飲ままてもらいますね。これは水 美味しい <laughs> 朝一発目に水 <laughs> の,のどちょっとね調子悪いですけどねでもやっぱり吉田さんもね模様替えした方がいいですよこの壁にこう絵とかね字をパリッと貼るとなんか気持ちがこう騒わ渡るみたいな感じでいつもこうねこう楽ちんっていうか、うん、なんかこう抱えるものが違うっていうかね、うん、あと壁にタオルをこう貼るんですよ普段カーテンとか壁紙なんですけどもこれ気分を変えて こうなんかホットカーペットを壁に貼ってみるとこんな感じの模様替えが完成するじゃないですかこうやって人生って変わっていくんだなと思いますね。